はい、皆さんこんにちは。カメラ総合病院循環器内科の松村明彦と申します。今日はですね、テーマは冠動脈疾患です。冠動脈疾患は冠動脈と呼ばれる心臓の血管の病気です。心臓は全身に血液を送るために絶えず動き続けていますが、その心臓の筋肉に栄養を送っている血管を冠動脈と言います。冠動脈は加齢などが原因で動脈硬化が進んでいますと、血管の内側にコレステロールなどが溜まってきます。これをプラークと言いまして、そのプラークが原因で冠動脈が細くなったり詰まったりする病気を冠動脈疾患と言います。さて、冠動脈疾患ですけれども、大きく分けて2つあります。狭心症と心筋梗塞です。狭心症は主にコレステロールなどがゆっくり溜まっていって、プラークが次第に大きくなることで血管の内側が狭くなる病気です。狭心症は血管がかなり狭くならないと症状が出ません。対して心筋梗塞、こちらはですね、プラークが小さくても発症することがあります。なぜかというと、突然このプラークが破れてしまって、内容物が血管の中に溢れ出して血の塊が形成されて血管を詰まらせてしまったんです。血管が詰まると、その先に栄養がいかなくなり、心臓の筋肉が次第に壊死していくために、早急に対処しなければ命に関わることもあります。さて、狭心症と心筋梗塞の症状ですけれども、どちらも胸の痛みが典型的な症状として挙げられます。ただし持続時間と強さが違います。狭心症は主に体を動かしているときに症状が出ます。そして休むことによって症状が次第に治っていきます。持続時間は数分のことが多いです。一方、心筋梗塞は多くの場合かなり強い胸の痛みが20分以上続きます。心筋梗塞の場合は早期治療が鍵になりますので、冷や汗が出るような強い痛みが20分以上続く場合には119番通報して救急車を要請してください。冠動脈疾患の症状ですけれども、喉や奥歯が痛くなったり、左肩から胸にかけて痛くなったり、だるくなったりするという典型的じゃない症状もございます。他にも溝落ちが痛くなったり、胃の痛みかと勘違いすることもありますし、気持ち悪くて吐いてしまうというような症状もあります。特に糖尿病の方、ご高齢の方などは症状が弱かったり典型的でなかったりする場合がありますので注意をします。今回は冠動脈疾患を大きく2つに分けて、狭心症と心筋梗塞についてお話ししました。まあ、具体的な予防方法、治療方法についてはまた別の機会にお話したいと思います。どうもありがとうございました。